肩が腕が上がらない、腕が外にひねれない。まずそもそも二の腕っていうのはここのね上腕二頭筋なんですね。ここ出てこいや。はい、こんにちは。重症専門整体 TV の三田翔平です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は二の腕の痛みで腕が上がらない、腕が外にひねれない人に向けて紹介していきます。はい、ではね、早速なんですけども、今回ねこの二の腕の痛み、シリーズでやっていこうと思うんですけども、これねあの視聴者さんから、 YouTube の視聴者さんから実はねあのたくさん二の腕の痛みの解消法っていうのをねあの教えてくださいっていうのを結構コメントに見るんですね。で実際患者さんからも、いくつかねそういうのがあったんで今回ね紹介していこうと思ったんですけども、2つあるんですね、二の腕を痛められてる方が、抱えてる悩みっていうのが、1つが、肩が腕が上がらない、痛くて上げれないっていうのと、もう1つ目が腕が外にひねれない、こういう動きができないっていう方ですね。で今回は、腕が上がらない人向けについて、上がるようになるようには、二の腕の痛みを取って腕を上げれるようにするにはどうしたらいいのかっていうね、ストレッチ方法とか、運動をね、エクササイズ方法とかを、紹介していきます。で次回、外にひねれる、ひねれない、内にひねれないっていう方向けに、紹介していこうと思うので、ぜひねチャンネル登録して、準備しておいてください。はい、ではね早速、なぜ二の腕が痛くてこう上がらないのか。まずそもそも二の腕っていうのはここのね上腕二頭筋なんですね。ここの二頭筋で、二頭筋を実際に、こう上げていこうと思ったら、ここが痛くなるポイントっていうのは実際2つあるんですよ。で何かって言ったら、この二の腕の先、こっち側が使えてないっていうことと、もう1個は、二の腕のこのこっち側ですね、肩甲骨側が動けてない、これが大きな原因なんですよ。で、大体ね二の腕痛いっていう方はもうここに痛みがないことの、 あの原因がないことが多いです。僕よくね動画でいつも言うんですけども、やっぱり痛いところに原因が、怪我とかだと別ですよ。もうダイレクトに何かスポーツしててとか、事故でねあのそこを損傷したとかだったら別ですけど、もうあのいつ痛くなったとか、時間経ったらあの痛みが増してきたとか、慢性的なあるような方っていうのは、そこに何かストレスがかかってる原因があって起こってるんですね。膝とかでもそうです。膝の場合だったら、上の股関節と足首、股関節と足首が可動性の関節で、ここの関節が硬くなることで間に挟まれてる膝がにストレスがかかって痛みが出る。腰もそうですね。腰も股関節、お尻周りと、肩甲骨の間に挟まれている、背骨なので、そこにストレスがかかってなる。もうこのね、あの二の腕も全く一緒です。だから、一つね、上げれるようにするために、速攻で上げれるようにするための、とっておきの方法をね、紹介していこうと思うんですけども、もうこの場でできます。この場でできます。まず一つ何かって言ったら、この肩甲骨のこのね、内側のところです。で、こっちで二分割するんですけども、こっちは胸側、こっちは、背中側。で、ちょうど肩甲骨ここに、あの、ペタッとついてるんですよ。で、そう、なんでここが硬くなるか、上がらなくなるか、肩甲骨使えてないからなんですけど、もう一個はね、こう、巻き肩。こういう姿勢があります。肩甲骨要は寝ちゃうんですね。で、手首が内に入ってしまう。要はこういう使うような日常でやることっていうのはやっぱ多いと思うんですよ。スマホもそうだし、小手先何か使う、茶碗洗う、洗濯もする、全部そうですよね。こうやってしないですよね。引かないですよね。出しますよね。押しますよね。で、こうなっていくことで、これ基本的にこうあえてやってあげてみてください。上がらないんですよ。これ振り上げようとしてみてください。ここに来ると思うんですね。それを解消させる。だから肩甲骨をグッと上げて、ここを離してあげて、リリースしてあげるようにする。この方法です。これを目的としてやっていきます。まず一つ目、親指でここの肩甲骨のこう内にグッと入れると、ここ持てるんで、ここに親指をね、ポイント、ここに入れます。ギュッと。ギュッと握ってやります。ギュッと入れる。親指でグーッと握った状態で、腕を内にギュッと、ギュッとしていったら、
深く入っていくと思うんで、で上からねぐーっと触っていってほしいんですよ。で一番痛いポイント、一番グーッとくるわっていうポイントあったら、僕ここの辺なんですけど、あったらここを押しながらちょっとね脇グーッと上げて内側にグーッと入れていって、これ10秒間数えますね。はい、1、2、3、4、5、6、息吐きながら、息吐きながら、で OK、はい、まずこれやってあげて、でここグーッとグーッとここ持ったら、この状態で次は上に上げていきましょう。これ10回いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これが背中寄りの、運動ですね。次は胸側、今度は4本指で脇をギュッと4本入れて、でこれも内に入れば入れやすくなるんで、グッと入れて、今度は外に開いて、ちょっと上ぐらいでグーッと、腕はちょっと後ろで、指は胸の方向、こういう状態で10秒間。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK。 でもうこの時点でこことここ半分見てもらった時に、肩甲骨この大きさ違いますよね。前に入るほど小さくなるんですけど、開がっていくほどここって広くなっていくので、それも見ていっておいてください。はい、でもう一回今度入れます。4本で入れて上げていく、これ10回いきます。はい、1、2、3、息吐いてね、力抜いて、はい、はい、10回いったかな。はい、 OK。 でこれまだ1セットしかしてないんですけど、これで実際上げてみてください。もう見るからにここの幅違いますよ。これわざとじゃないです、本当にちゃいます。これ揉みにつきます。はい、これ1セットでこれです。でこれでまだ上がれんわっていう人は、より2セット3セットやってみてください。でもひょっとしたら早かったり、秒速数の早かったり、もうガーってやっちゃってる可能性もあるから、ゆっくり丁寧じっくり聞かせながら、しんどくない範囲でやってあげてみてください。それで回数とか 数とか長さとか増やしてあげて、やっていってあげたら、もうさっとこうやって上がるん で痛みなく上げる。これは何言ったら、肩甲骨でしっかり肩甲骨で上げてガイドして上げていって入れてるから、肩甲骨じゃなく肩で二の腕に行こうとするから、二の腕に痛みが出てしまう。これがまず上がらなくなってしまうポイントなってしまう原因と、上がりやすくしていくための方法です。はい、これがまずね、動画見てね、スマホ擦り切れるぐらい見て、一緒にこれ毎日ねやっていってみてください。まずは2週間頑張っていきましょう。まずは2週間、それでまだ、痛いな、10から5ぐらいだけどまだ痛いなという方は3週間やってみてください。はい、で4週間やってみてください。で1ヶ月やってまだ変わらないとか、何か問題あるとかだったら、またねコメントとかでメッセージくれたら、またそれに対しての動画案内しますんで、ぜひねこれやってみてください。巻き肩とか姿勢がの改善にもつながるし、あらゆるね、いわゆる冷えとか、姿勢から来る何か、その延長上の症状とか、そういったものにもつながるものなので、まあ、まず、ぜひね悩まれている方という方は実践してみてください。歯磨きのようにね。はい、じゃあね、役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではパート2もお楽しみに。